こんにちは、こんにちは、世界の人が、たけしの斉藤寝具店。始まりました斉藤寝具店。はい、なんだお前は。兄貴、兄貴、兄貴じゃないですか。おなんで。僕は間違えましたか。全然お前の振りも全然僕ね。お前も待たしたなって言われた。いや、待たしたな。誰なんですか。でもそれマトリックス。マトリックス、キアヌ・リーブスでしょ。言わなきゃわかんねえ。わかんないだろお前。なんで、ほら、わかるでしょ、ほら。何言ってんすか。浜口、浜口。新しいアリだろ、それ。アリだろ、アリ。マトリックスじゃないですか。さあ、早速参りましょう。外国からのお客様を招きして、クイズ形式で出身国当ててもらいましょう。一人目のお客様です、どうぞ。本当にマスマス綺麗な人がいっぱいいる。100点ですね。それなんですか。さあ、お名前は何でしょうか。あ、リュードミラーです。リュードミラーさんです。ミラさん、さあ、じゃあ第一ヒント見ていきましょう。こちらです。スパイカメラも発明した国なんです。1938年に誕生した通称スパイカメラと言われるミノックスというのは、この国のワルター・ザップという技師が開発されたと言われています。うん、このようなちっちゃいですよね。もう手のひらに本当乗るような。何気なくこうやって撮ったんだよね。だってスパイカメラをこうやって撮ったらバレちゃいますもんね。こうやって撮ってこれはバレるだろうね。こういう目描くとか歴史ありますよね。やっぱ精密機械ですから、うん、スイス。なるほど。お、バカチン。あ、バカじゃん。バチカン。お前力強くボケようとして失敗したんですよ。交代。デートスポットがユールマナというこちらの海岸が有名なんです。長さ30キロも砂浜がありまして、この国では指折りのビーチリゾートで、この周りには素敵な、まあ、デートスポットとしての別荘とかレストランがあるんです。皆さんスタイルがエクテ。お前ユールマラですもんね。ユールマラ揺れちゃってんだ。揺れちゃってるんです。何が揺れてるんですか。それは揺れますよね。さあ、どこでしょう。はい、お、わしゃ、ポルトガル。ここ一年中泳げますか。はい、オールシール。オールシール。ただ泳ごうと思えばだと思うよ、俺は。寒いよ。北海道のやつだって一年中泳げるっつってたの。百万本のバラを作曲したのはこの国のライモンズ・パウルスさんです。いや、加藤テッコさんが歌ってたんですか。と思ったらオリジナルがありまして、この国のマーラが与えた人生というタイトルの。マーラが与えた人生だぞ、すごいだろう。またマーラですか。彼女にお花をあげる。そう、百万本も。そうです。みんな同じだね。青田赤道、アルゼンチン。延長チャンスになりました。私の夫は日本人で、日本人で、だんだん幸せだな。ね、観光で私の国を訪ねた夫をガイドしたのが縁で文通を始めました。ちなみに夫は神田正輝に似てると言われてます。神田正輝に似てていらっしゃいますので、ご登場いただきましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。神田さんのどこが良かったんですか。ラトビアに、うん、はい、なんか、あ、な、な、なんもない、なんもない。お国に行かれた時に、聞いてねえんだ、こういう時。大丈夫か。泣かないでも大丈夫です。大丈夫ですよ。そんな大したことじゃないから。
番組でしょ。たかが深夜の番組ですよ、そんな。そうなんですよ。たかが深夜とは何だろう。お前、交代。交代。泣かないで。はい、大丈夫。こんなに優しいから旦那さんが惚れちゃったんだ、ね、そうですよ、うん、その旦那さん、いや、わかんないわかんない、神田正輝に似た旦那さんが今日はいらっしゃるので、神田正輝、あ どうやってアプローチしたんですか。みんな英語で書いたんですけどね。はい、ミスユーとか書いちゃったなんかしてます。あれ、すごい。I need you とか。歌だよ。まさきこういうタイプはね、日本で本当は嫌がられるタイプ。その時のお写真はこちらで、結婚式の、結婚式の日の、うん、ラトビアで、あ、またラトビアって言っちゃう、何て言った今、いや、完全に聞こえましたよ、こっちは聞こえました、こっち、こちら、これお母さん、お母さん、こっちは妹、妹、妹、ほら妹さんも綺麗だな、これ。さすがラトビア、すごいわ。まだ出てない。まだ出てない。押して押して。まだ出てない。まだ出てない。ラトニア。ラトニア。まだまだわかりません。はい、じゃあ5番目いきましょうね。この国は森の国と言われてまして、国土の 45% ぐらい森林なんですが、ウッドクラフトが有名なんですよ。カバの木でこのようにこうすごく、白樺のカバだろですね。カバの木でこうすごく細かな細工をしてあるんですよね。これなんかいいね、これねえ、よくできてますね。もう分かった。あ、重いよ。ラトチア。ちょっとやめてよ、それでボケかぶしてきたよ、かぶして。ラトチア、ラトチア、そっちに出すのは難しい。あ、わかん。週末はボブスレーを楽しむ方が多いんですって。早いらしいよ。一年中泳げてまたボブスレー。そう、ボブスレーの泳ぎがすごい盛んで、アスリートだけじゃなくて観光用にもこのようなボブスレーを使うことが多いんですって。うん、雪じゃないの？この雪ですよね。寒くないんですか？寒いです。寒いです。寒い。寒い。さっき一年中泳げるって言ってたよ。特殊な人は泳げる。あ、特殊。やっぱ泳ぐ気になるやつ。あ、無理すれば我慢する。さやかちゃん、どうぞ。あと、ラトが付くやつ。ラトはいい。ラト。ラト。お、お、どうぞ。ラトシア。ラトシア。有名な人、天才バレエダンサーのミハイル・バリシニコフ、55歳なんですけど、ホワイトナイト、そう、ホワイトナイツとか、あとは愛と喝采の日々などの映画にも出てますよね。で、このようなね、香水も出てて、アラミスと、なんだ、あの、俺のブルガリーの間みたい、どうだ。やめてくださいよ。ケンちゃん、もったいないですよ。いいやつなんだけど、感動的な感じですね、なんか、うん、あ、すごい、ちょっと俺もこぎたい、こぎたい。あ、いや、モテますよ、これ絶対。女の人が作るよ、モテるわ。さあ、どこの出身？どこの出身？どこなんだろうな。この人はもうすごい有名じゃん。ですよね。って考えてるのはこれ無駄じゃないのかな。じゃあ言えよ、お前よ。答え知ってんだから言えよ。いや、もう俺じゃなくて。いや、ないよ。そうだ、サヤカちゃん。サヤカちゃんがこういう時には。ラトビア。え？あ！なんで分かったんだよ。ゴラットという、だいたい何のマークなんだろう。もう一つ開けましょうか。ラトビア何のヒントが隠されていたか。8番。8番は何？バルト三国ですね。上がエストニア、そして南がリトアニアですね。今日本で暮らしてるんですか。そうです。ラトさん商売は？あ、普通の会社員です。会社員、上さんの黒色の感じがちょっと、サテンですからね。何でサテンのシャツなんですか、今日は。神さんの趣味で。あ、神さん会社にもこの格好で、意外と黒いマスクして、ゾロンかなんか言って。違う、
主人の同僚は驚いたでしょうね。いやこれはまだ、いや奥さん、いやじゃなくて同僚は奥さん見て驚いたでしょ。私はすごくピカピカシャツじゃなくて奥さんが綺麗で驚いたでしょうねってあなたが大月さんから、あなたレギュラーになりますこっちこの方です。さあお名前は？エフレムです。エフレムさんです。エフレム、はい、この国では1年13ヶ月あります。1月をですね30日間に固定しまして、そうすると1年5、6日余りますよね。それを13ヶ月目としてカウントするそうですよ。そんな聞いたことないですね。うん、で1年の、いいな、ボーナス1年分なんて言ったらな。そうですね、13ヶ月何個ほど出ちゃったよ。ラシャジャマイカ。あ、俺もそっか、あったと思ったよ。ジャマイカって感じだ。はいはい、発生するんですよね。口にお皆さんお皿をはめるって、この映像皆さん見たことありますか。この国ではムル水族の女性がこの下唇に素焼きの土器をはめるんですが、食べる時は外すそうですよ。で今は政府は今後今から新しくお皿をはめるということは禁止しているので、いずれこれは見られなくなってしまう。もうじゃあ当てちゃっていいですか。うん、パプアニューギニア。え、イメージ的にはイメージやな。成長チャンスになりました。私の夫は日本人です。さっきの夫がいるんで。私の妻は日本人です。ほとんどかお、レストランで働いてた彼女に一目惚れしました。あ、いいこれ彼女、はい、こちら、あれいい女。あ、嬉しいですよ。ほら、いやでもモデルさんみたいな、いい女だ。どうなってる、日本人ですか。うん、日本人です。え、どうやってアプローチしたんですか。奥さん働いてたのレストランのところ、うん、たまたま私食べに行ったね。お腹空かないのもう何回も何回もあのレストランって言ったね。だから声かけて、最後はもうゲッツね。ゲッツ。それでね、私の国の言葉で美しいはね、根性なしって言うんだって。根性なし。根性なしっていうのが美しいんだって。アンチバタム根性なし。根性なし。根性なし。で、ちなみに終わりはバカって言うんだって。バカっていう世界チャンピオンとして WC で。WC で。で、スポーツ紙にバカ血だらけって。バカ王者や王。さあ、さあどこでしょう。わかんないですよ。わかるわけないですよ。ほら、奥さん綺麗。奥さん綺麗ね。だから、わかんないな。エチオピア。ランキングお前や。1エチオピアブル、大体14円が送られます。さあ、あとエチオピアだからもう、はい、リバース代アベベ。アベベ、アベベあるでしょうか。アベベに感動しました。ねえ、ただし言おうと思ったのに。お前らは合わせんじゃないって言ってあのローマで裸足で東京オリンピックで2連覇して、はい、でも事故に遭ったりなんかしてね。そうです、もうなんか晩年はねちょっとかわいそうだったね。そうです、昔あのアベベにインタビューした記事見たら、昔は裸足で本当に走ってたら足の裏の皮がむけて血が出て、そこはハイネが追っかけてくんでもっと速くなったあんまりゆっくりしてたハイエナに追っかけないんで、うわー足してハイエナだったんだって言うとね。そう、他にはこれはもう考古学的にはかなり有名でね。化石に名前ついてませんでしたっけ。化石に名前ついてませんでした。ビートルズの歌で、え、ヘイジュヘルプ曲名やってくれた。ビートルズの言えばいいんじゃない。すいません、ヘルプしか出てこない。ビートルズの歌でルーシーじゃん。おルーシー、お前当てといて気がつかないのも嫌だけど。20万年前の猿人の化石で、そのうちの全身の 40% に当たる骨格が発見されています。だいたい身長も100センチぐらいとか、うん、体重も28キロぐらいあっただろうと言われています。ちっちゃかったんだね。ちっちゃいんだ、うん、さあ他には他に飲み物とか何かありませんか。実は
あ、お、おいしょ。牛乳。まあ確かに僕らも考えてないけど、牛乳が出るんだったらもうちょっと先にあるだろう。だろう。喫茶店で。ほらほら。喫茶店で。朝必ず飲む。水。金早いよ、金を。朝水飲むじゃないの。じゃあこうしよう、喫茶店行って水もらって何にしますか。コーヒーだ。やっと出た。で皆さんモカっていうコーヒー飲みますよね、はいはいはい、あれはその対岸にあるイエメンのモカという港から輸出しているので、あのモカコーヒーというんですが、エチオピアから来てるそうですよ、うん、へーすごいね。生産量はエチオピアが多いのは思わなかったな、ね、もっとプッシュした方がいいですよね。じゃあ開けましょう。4番、妊娠したら必ず食べると言われている滋養強壮料理の元祖というのがあるんですよ。これはね、あの妊娠した人と子供生まれたの女の人は、あのリカバリのために、あ、栄養が取れるんですね。これはまたお前がいるから。これいっぱいつけないと多分味が落ちないかもしれない。甘や黒砂糖。違う、ごちそうさまでした。さすがのまま、うまくない。いや、なんですか、餅ですね。大体そういう感じで、はい、ものすごいいろんな香ばしいのやら辛いのやらちょっと甘みもあって、いろんなチョイスです。いや、ちょっと強烈ですね。難しいです。やっぱり初めて食べる人はちょっと、そうですと思います。さあ、普通、はい、もう一つ、6番、うん、名物のまんじゅうがあるんですが、あれエチオピアまんじゅう、日本のもの、B&B が高知県知ったらエチオピアまんじゅうって言ったの。もみじまんじゅうよりも、そう、なんかこのお店のオーナーはですね、エチオピアのドキュメントを見て大変感動してこの名前をつけたそうですよ。リーダーどうですか。普通のまんじゅう、普通のまんじゅう、何の本当まんじゅう、普通のまんじゅう。またお前ないよ。おい、食わせろよお前。国産じゃないか。ゼリー日本お遊戯マスターズ、やったー、はい、はい、というわけでもうね、また100万円ボーリング買いました。あ、買った。今度は100万円ボーリングボーリングアメリカン。2つ切っていただいて、カッチカチ上下で当たんないとダメだ。これこれこう持って、うん、こうカタ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 、何回、え、これ5回、5回、1、2、3、4、5、これだと100万円、うん、じゃあ、ラトビアのリュドミラさんは何に挑戦しますか。もうラトビアって言ってないですよ。ラトビア、うん、じゃあぴったり4個ぴったり4個、5万円に挑戦。何グラムこれ。はい、これはですね、今何グラムあるかと言いますと、ちょっと271グラムありますので、1回目は200グラムにチャレンジ、そして2回目が100グラムにチャレンジしてもらいましょう。じゃあ1回目200グラムにチャレンジです。どうぞ。あ、じゃあこれが200グラム、これじゃあ乗せてもらえますか、こっちに。はい、せーの。どのぐらい、あ、216、ちょっと多かったですね。216、そうするとこれを100g、 100g にする。はい、ただもうこれ使わないやつですね。多いですね。大丈夫。じゃあ2回目 100g 目指して切っていただきましょう。どうぞ、チャレンジです。ください。まず真ん中を、まず真ん中を取ってから、なんでそんなアバウトなのかな。なんで取ろうとするんだけど。子供今取ろうとしました。本当に塩さんに食べなきゃいけないと思って。後であげるからね。どっちだ。じゃあ乗せますか、どっち。はい、小さい。はい、じゃあ、真
まあまあちっちゃい方ですけど。あ、おっしゃ。98グラム。惜しい。お前こっちだよ。小さい方。分けてどうすんの。小さい方分けてどうすんの。はい、じゃあ続いてエチオピアのエフレムさんは。あの大根おろし。お、大根おろし。うまいね。大根おろし。嫌なネタだな。置いといて。これ何？何グラム？これ100グラム目指して2回チャレンジ。2回チャレンジ。では。ぴったり大根おろし1回目のチャレンジです。大根おろしなんていうのは匂いしかねえかな。でも意外に考え方によっちゃこのぐらいだと思って検討するから、いや測りやすいなですね、うん、大根おろし初めてですか。初めてです。初めて。その割にはなんかね、あれ手つきが全部下降りたら多分分かるやつね。バラバラだから分かんないです。あ上下ね。いや上下だって同じ。ここに入れながらやってる。そうそう、入れながら言ったんですか、うん、あ、いいですか、うん、いいですいいです、うん、で多かったら飲んじゃったりなんかして。体にですね、うん、体に。じゃあスタート。はい、おおこれ入るの。じゃあ乗せてもらいましょうか。はい、ちょっと少ないような気が。いやー、よどうでしょうか。どうぞ。お、ああ、少ない。ちょっと少ない。81g ですね。81。じゃあ2回目のチャレンジです。見せてくれました。あ、ちょっと待ってください。どうぞ。これより多い、うん、はい、19。19が多い、うん、19。はい、じゃあすりおろしてもらいましょう。本当に好きな。お腹空いてた。かわいい。やだよって。すごいよ。あ、なんかでも大根おろしをずっとみんなでこう見てるのもなんかあんまりない光景ですね。どうしますか。これでいきます、はい、いきますか、じゃあ乗せていただきましょう。はい、さあ来い、さあ来い。どうでしょうか。あー、130。ちょっと多くなっちゃいましたね。多すぎだな。ちょうどいいぐらいだ。まあゲームとしては地味だったけどな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ペニャですよ、ペニャ。普通のペニャ。いっと6階建ての建物に火が放たれ、逃げ遅れた人たちが窓から飛び降りる。消防車が駆けつけ、無事に火を消し止めるまでを見せる大火災ショー。スリルは行き着くところまで来ていたのである。火災現場を体感するアトラクションといえば、現在ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで人気のバックドラフトがある。もちろんこれはあくまで安全を約束された疑似体験。しかし1911年3月26日立ち上る炎、消防車の放水だが、この日のショーはいつもと違っていた。激しい風のせいでなかなか火が消えない。いつもより大きな炎に観客たちは大喝采。ところが勝ちだ、これはショーじゃない、本当の勝ちだ。ついに火の粉が木造の建物に引火。火の勢いはとどまるところを知らなかった。結局明け方近くまで燃え続けた炎は、気がつけばコニーアイランドの半分以上を灰にしていたのである。スリルを追い求めすぎたために陥った最悪の結末。はあ、こんなはずでは。